エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルの師匠です。2022年もよろしくお願いします。何日か前にですね、生配信を朝からやってみたんですよ。やっぱ難しいですね。録画したやつだと編集でどうにかなるんですけど、生なので何を言っていいかわかんないし、考えてたりする間に時間は経つし、それって全部流れてるわけじゃないですか。放送事故みたいなもんですよね。いやー、あれはなかったことにしようかと思ってるので、近々非公開にしたいと思います。新しい年になったんですけど、年末にですね、1年間を振り返ろうっていう動画を上げたかったんですけど、時間がいろいろありまして、時間がなくてですね、上げることができませんでした。ということで、今日それをですね、やって1年間を振り返ってみようと思います。エルちゃん、2021年一発目、毎年恒例になりかけてます初詣にやってきました。この頭は、おお、それ、明けましておめでああ、とう。ありがとうございます。キリトさんがとても大変だったということで、話が聞きたいなと。もう、1回目の時と一緒で、全身もだるいし、節々痛いし、ワクチン打ったところが確かにこう、痛いのは痛いんですけど、それ以上にも他のとこがだるいなっていう感じになってます。スタンプが見つかりました。それではスタンプを押していきたいと思います。近くのリサイクルのお店に持っていきたいと思います。処分する服がこちらです。こいつらを処分したいと思います。こちら、ガンダムライトパッケージバージョンです。パチパチ。通路を歩きながら昔の人たちが作った熊本城の凄さを改めて感じました。全体が復旧するまでに何年かかるのかは分かりませんが、また見れる日を楽しみにしています。前から言ってるエンジンの修理がまだやってないので、今回の車検の時に一緒にしてもらえたらなと思います。結構もうこれオイルがなくなってきてるんで、こんだけ音がしてると思うんですよね。ああ、煙がめっちゃ出よるじゃん。わかる？うわあ。いかん。オイルのランプがついたり消えたりしてたからどうかなと思ったんだけど。ああ。ちなみに、どこに買いに行こうとか決めてる？ルフの電が釣り屋にあったので。ランララン、ツルヤ、ランララン。熊本だとね。で、これは暑いですよ。暑いじゃないですよ。知らないよ。違うよ。そういうことじゃないんだって。エンジンを乗せ替えるのか、車を買い替えるのか。この間はドッキリ仕掛けたでしょ、俺に。しっかりしてそういうこと。そういうこと。オッケー。じゃあ行きますよ。はい。馬以外で行けるのか。頑張ります。一番最初何を持った？鹿。はい、これは。すみません。はい。ごめんなさい。エルちゃん。はい、どうだったでしょうか。こういうご時世なので、あんまり外に出れなくて、本当最後の方ですね、キリトだったりマルだったりウーシーだったりと
外で撮影ができたかなっていうぐらいで、ほとんど何もできなかったですね。何か撮ろうと思えばできたんでしょうけど、やっぱりですね、みんなと外で撮影してるのが一番楽しいので、それができなかったのが残念ですね。今年はそれができるようになればいいなと思ってます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。俺にかかってこい。